エラ・ラメシュバットは、インドの弁護士、労働組合運動家、人権擁護活動家、女性運動家であり、1972年に、ガンディ主義に基づく自営女性労働者協会を創設した。女性のための世界銀行、女性小規模企業家を支援する、マイクロファイナンス金融機関のネットワーク、サダーン、ウィーゴ、ネルソン・マンデラを中心に、元政治家、平和運動家、 人権擁護活動からによって結成された、非政府組織、エルダーズなどの創設者、代表として活躍し、マグサイサイ賞、ライトライブリフト賞、インディラガンディ賞、立証厚生会の庭の平和賞、四つの自由賞、インドの国家勲賞、パドマシュリー勲賞など多くの賞を受けた。エラバットは1933年9月7日、インド北西部グジャラート州のアフマダーバードに生まれた。 父サマントライバットは弁護士、母バナリラビアスはソーシャルワーカー、女性運動家で、教育を中心に女性の地位向上を目指す全員同女性会議にも参加していた。バットの母方の祖父母はガンディのサティアグラハに参加し、祖父はこのために3度逮捕された。1940年から1948年まで、州立女子中等教育学校に学び、 1952年に MTB 文科大学で文学史を取得した。1954年に LA シャー法科大学で法学史を取得し、ヒンドゥ法に関する優れた研究により金賞を受賞した。1951年にボランティアで国勢調査に参加したことが貧困の現状を直接知るきっかけとなった。また、レフトルストイ。 マハトマガンディ、ビノーババーベ、ガンディ主義の経済学者、J.C. クマラッパの著書に大きな影響を受けて、貧困撲滅のために生涯を捧げる決意をした。学位取得後、しばらく SNDT 女子大学で英語を教えた後、1955年からガンディ主義の労働組合、繊維労働者組合でホームを担当した。繊維労働者組合は、インドにおける、 女性労働運動の先駆者、アナスヤサラバイが、ガンディの支援を受けて1920年に結成した、グジャラート州最古の繊維労働者の労働組合であり、ガンディが1917年に繊維労働者のストライキを主導したことに橋を発する。バットが繊維労働者組合に参加した当時は、60の繊維工場の労働者12万人が加入していたが、その多くがハリジャンであった。 1956年、ガンディ主義の学生リーダーであったラメシュバットと結婚した。ラメシュは後に、ガンディの教育思想に沿って設立されたグジャラート、ビドヤーピート国立大学の経済学部で教弁を取ることになる。また、グジャラート大学地域教員協会の会長に就任し、グジャラート経済協会を設立した。1961年、 グジャラート就労同省の雇用担当職員として採用され、グジャラート大学雇用情報課で職業指導、訓練、就職あっせんを担当した。次に、ニューデリーのプサ就労、職業訓練所に派遣され、1966年にグジャラート就労同省に戻ると、職業情報局の代表として新たな就労機会の創出、 国家職業法における職業の定義の見直し、新しい職業の定義、分類などに取り組んだ。1968年、繊維労働者組合の女性部の代表に選出された。当時はまだ女性組合員の数が少なかったため、男性組合員の妻や娘に職業訓練を提供することで女性の就労を促進することが主な活動であった。バットは女性部内に、 職業訓練部門、製造部門、労働組合組織化部門、研究部門の4つの部門を設置した。職業訓練部門では、女性に裁縫、刺繍、編み物、人形作り、印刷、火星などの訓練を提供した。参加者は全て正規教育を修了していない25歳未満の女性であった。製造部門は、女性の教育、医療、福祉プログラムを提供し、 女性たちが作った手織物は組合内店舗で販売された。1970年、イスラエル労働総同盟が1960年に創設したアフリカアジア労働共同組合研究所の研究奨励金を受けて、テルアビブで3ヶ月間、主に深夜労働拡大の可能性について研究し、国際労働共同組合の学位を取得した。バットはイスラエルでは、 すべての労働が組織化されていること、労働者の妻もまた労働組合に加入していることを知り、労働組合や共同組合を組織、運営することの重要性を痛感した。インドでは多くの女性が家計を助けるために繊維産業に携わっていたが、ほとんどが自営労働者で道具類を借りるのに高い賃貸料を払い、金貸し、委託もと、 役人などから日常的に搾取や嫌がらせを受けていた。古着、古着での回収、生花売り、魚売り、タバコ巻き、水汲み水運び、雑役譜、荷車引きなどの職業においても同様で労働者としての権利があり、州法によって保護されるのは企業の非雇用者のみであり、バットが引き続き参加した1971年の国勢調査でも、 自営女性労働者は労働者扱いされていなかった。彼女は同僚と共に調査を行い、自営女性労働者の97%がスラム街に住んでいること、93%が非識字事者であること、平均4人の子供があること、低賃金労働者であること、多くが金貸しを利用していることなどの実情を明らかにした。バットは、 こうした女性の労働条件を改善するためにはまず、労働組合を組織しなければならないと考え、1971年12月に、繊維労働者組合の会長アルビンドバックの協力を得て、繊維労働者組合の女性部の主導により、労働組合、自営女性労働者協会を設立。翌1972年に1926年、 インド労働組合法に基づく正式な労働組合として登録された。アルビンドバックが初代会長を務め、バットは1996年まで初期長を務めた。世話は順調に発展を遂げ、創設3年でアフマダーバードの自営女性労働者5258人が加入し、4年目には9000人に達した。さらに、バーブナガルに、 旗織り職人のセンターが開設されると、旗織りの女性2000人が加入し、宗教的、文化的に異なる部族の女性の連帯につながった。1983年には国際食品関連産業労働組合連合会に加盟した。これは非正規労働者が労働組合運動において初めて労働者として認められたことを意味した。世話の最終目標は、 女性の完全雇用と経済的自立であり、現在、インド14州と他の南アジア諸国で活動を展開している。エラ・バットとセワ会員の女性たち、セワを訪れたヒラリー・クリントンと共にセワの次の課題は女性の負債軽減であった。バットはこのためにセワ共同組合銀行をした。各組合員がジュール P ずつ出資した。 セワ共同組合銀行の株主は、現在4500人以上、約1万人の女性が、預金口座を有している。セワ共同組合銀行は、定金で有資と合わせて、収益拡大の方法を教え、貯蓄を奨励し、自立心を育成するなど、女性の経済的自立を支援することを目的とした。この結果、組合員の8割以上が、定期的に有資を返済し、徐々に、 土地や資産、生産手段を手に入れることができるようになった。世話は、専門技能、知識の向上のために71の共同組合を設立した。さらに、識字教育、託児所の設置、低家賃住宅の確保、医療、育児、家父手当の確保、ハラスメント対応などにも取り組んでいる。このように、世話運動は、労働組合運動、共同組合運動、 女性運動という三つの運動が合流することにより発展した。バットは貧しい人々を貧しいままにしておくことは暴力であり、セワの目標は貧困の撲滅を通して平和を築くことであると語っている。バットはセワ労働組合の初期長、セワ共同組合銀行の社長を務める一方で、グジャラート女性農業労働者組合、自営女性労働者組合及び、 建設労働者組合の副会長、グジャラート州成人教育委員会及び SOS 子供の村の諮問委員会委員などを歴任した。さらに、女性小規模企業家を支援するマイクロファイナンス金融機関の全国規模ネットワーク、サダーン、女性を対象としたマイクロファイナンス学校、在宅労働者の国際ネットワークホームネット、露天小国際同盟を創設した。 1976年には、ガーナの起業家で、マイクロクレジットの先駆者、エスター・アフア・オクルー。1950年代に、当時まだ男性社会であったウォール街の金融業界で活躍したミカエラ・ウォル氏と共に、女性のための世界銀行を設立し、1984年から88年まで会長を務めた。これは、世界40の マイクロファイナンスその他の金融機関のネットワークで WWB ジャパンも1990年に設立された。また、1997年に設立された w ィー g o 運営委員会の委員長を創設時から2005年まで務めるほか、ロックフェラー財団管理委員会委員など世界規模の事前事業団体で委員を務め、2007年には ネルソン・マンデラ、ジミー・カーター、フェルナンド・エンリケ・カルドーゾ、グロ・ハーレム・ブルントラント、マルティア・ハティサーリ、メアリー・ロビンソン、グラサ、マシェル、デズモンド・ムピロ・ツツ、ムハマド・ユヌス、リ・チョウセイ、ラクダール、ブラヒミ、アウン・サン・スーチーと共に、マンデラを中心とする、元政治家、平和運動家、人権擁護活動からの非政府組織、エルダーズを立ち上げた。バットは2016年以降、 名誉会員である。1986年、ギャーニー・ジャイル新大統領に、ラージア・サバーギーに任命され、議会内の自営女性労働者に関する国会委員会委員長を務めた。2006年、オックスフォード大学出版局から、バットの著書、私たちは貧しい。しかし、多数だ、インドの自営女性労働者の物語が出版された。ありがとうございます。